揃っているみたいだな。なんでここにこいつらがいるんだよ。ここで技術的な仕事をさせていたんだ。え、書記官と旅人。進捗はどうだ。ああ、書記官に言われた通り修理したよ。今使えるのは1台で、その他はまだ修理中だ。これって缶詰知識を抽出する装置だろ。まだ何か使い道があるのか。これを見ろ。缶詰知識はまだここにあったのか。お前またこいつの頭に何か危険なものを植え付ける気かよ。その表情、君は怖いのか。ちょっと怖いし、それ以上にめちゃくちゃ怒ってるぞ。ほう、なかなか興味深い。しかし今はそれを使う時じゃない。前の作戦会議でも言ったように、この缶詰知識には俺が作成した一本の法令が入っており、教令員もそれを持っている。計画通り、旅人、この缶詰に記録してほしいことがある。君は俺たちがクラクサ・ナリデビを救い出せると信じているか。それはいい。信じる心が一番重要なんだ。じゃあ準備ができたらこの装置を装着してくれ。信じる心を缶詰知識に記録するのか。そうだ。おいらとても心配だぞ。君の気持ちは理解できるが、今はこれが必要なんだ。俺の言う通りにするのが一番いい。何事もまずは自分から騙さなければならない。自分を励ますことも時には欺瞞になる。でも役にさえ立てばいい。なんだか一理あるようにも聞こえるけど。なら想像しろ。今俺たちの計画は全て完了した。クラクサ・ナリデビの救出にも成功し、スメールを変えられた。全てが順調に進んでおり、人々も俺たちの功績を認めてくれている。目を開けるといい。はい、これって読んでみろ。もういいぞ。頭は痛くないか。大丈夫なのか。ただの記録だ。問題はないはず。でも今したことが一体何の役に立つんだ。さっぱり理解できないんだけど。理解できずとも仕方ない。そもそもこれは君たちのようなもののために用意したのではない。オイラたちのような。うん、忘れたのか。今回の計画は長期的にアーカー社に頼っている人々に向けたものだ。君たちから見れば信じがたいことかもしれないが、今までずっとアーカー社に頼ってきた人たちにとっては頭に浮かぶ全てが真理なんだ。想像してみろ。もし生まれた時からアーカー社のような装置を使い、君が必要な時にはいつでもサポートし助けてくれたとしたら、そのまま年月を重ねた君は何になる。何って、極つぶし、バカ。指令の奴隷だ。だからこそ規則はとても重要なんだ。それに規則を知っている者は自ら境界線を引き、グレーゾーンを見極めることができる。でもなんでお前はグレーゾーンを見極めたいんだ。こういう曖昧な領域が面白いと思ったからというだけだ。それにプラスの収穫をもたらしてくれることもある。こいつが興味を持つものって変だぞ。スメールの学者ってみんなそうなのか。さて、雑談はここまでだ。これから前科のある助っ人の二人にちょっとしたことをやってもらう。君たちはキャラバン宿駅に行って次の準備を手伝ってくるといい。
ちょっとしたこと？アーカーシャ端末に少々細工する。